ないぞ。大さん、おお、何入ってるのかな。おけけホース、これ何やろ。吸引するとこ、なんか容器あんな。このなんか吸引するとこ、吸引だらけ。目もある。これはなんかいつもの細いとこ用やな。さっきの吸引するところ用の先っぽにつけるやつや。こんなおけけ。けっけ。くちゃ。容器あんねこれ。これ、無尽蔵に出てくるな。うん、これ。つけるやつ先っぽ。どうなってんのかな、わからへんけどな。おそらくこれが。本体。もう一個なんか入ってるんだね。これも、これも吸引するやつ。先っちょ。ほら、多分これがメインや。こんなやつや。さて、最後ビニール取って、ほれ、何やこれ。掃除機壊れたんで念願のダイソンちょっと試してみたいと思います。すげえ、勢い強すぎて畳ボロボロだと思うだ。ダイソン、ガチで威力がすごいな。ボロボロやわ、畳。見える？ちょっと掃除機かけただけなのに、もうほら、畳の藁がこんな状態。すごい威力やけど、とりあえず、畳きれいにせなな。さて、おまじないや。畳きれいになれ。じゃじゃーん、きれいになりましたね。嘘ぴょん。ボロボロの畳、これはまだ住んでる家です。これが綺麗になります。どうなるでしょうか。これ襖やな。襖。これ襖か。タンス、これも新しくなるでしょうか。これも和風のクローゼット。この30年余りの基盤を全部取る。だね。下手したらこれ顔に見える。霊に見える。汚いな、これも。超汚いよ。畳屋さんが一生懸命、なんか測ってくれてます。全部レーザーで言うから、四隅を全部測らないといけない。四隅全部測るんです、これ。そうなんですよ。だから、これがどこに置く。完璧やな。これでミウの畳がどう変わるか。不明やな。汚ねえな。じゃじゃちゃん、じゃじゃんち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 ゃん。ほっ！ビューティフォー。超綺麗よ。美しい。これはこういう普通のとこ。これはこういう布団のところ。ダリとか取れるらしい。これは当然この隙間やな。これはこういうなんかこんなのがついてるんですけど、これはね、こういうカーペットがいいらしい。この毛のもじゃもじゃのやつは、こういうパソコンとかのところに隙間に向いてるらしい。